皆さん、コンパトー。今回は、単純ながら、どこまでも熱くなれるゲーム、ティンバーマンの紹介をしていきたいと思います。ティンバーマンは、画面下部のピコリを操作して、中央の巨木をひたすら切り倒していくゲームです。使用するのは、マウスかキーボードのわずかなボタンだけで、複雑な操作は一切ありません。今回はキーボード操作を前提にして説明をしていきますね。スペースキーを押すとゲーム開始画面に移ります。A キーか左矢印キーを押すと木こりが木の左側に移動して木を切ります。B キーか右矢印キーを押すと木の右側に移動して木を切ります。これを繰り返して延々と木を切り倒していきましょう。木から出っ張っている枝に当たってしまうとゲームオーバーです。また画面上部にあったゲージが空になっても時間切れでアウトになります。要素としてはこれだけの、だってシンプルなやり込み系ゲームです。しかしテンポよくサクサクとしたプレイ感が癖になり、何度でも遊ぶことができます。遊ぶたびに上達が実感できるので、きっとあなたも木こりにはまることでしょう。このように、ある程度上達すると、サクサクと進めることができて楽しくなってきますね。Steam で配信されているこのティンバーマン。なんと、マルチプレイ対応で、部屋建てフレンド対戦もできちゃいます。仲のいい友達とワイワイ楽しむもよし、自分の腕を磨いて高みを目指すもよし、激アツ木こりゲームを手に入れて、ぜひぜひ遊んでみてくださいね。